しようかな。これ最終日っていつなんだろうな。まあそれまで7つと親交を深めるか。ああ、ここにいたんだ。7つ、今ちょっと話そうよね。ああ、いいぞ。嬉しい。だからあれだな、全部100にするとラッキーできんな。おお、ちょっと待って、なんかオートになってんだけど。あー、待ってくれ。遠心の動きを拳に伝えるのって、どうやって、いろいろ応用聞きそう。あ、これか。なんつった、この間テレビで見たけど、ボクササイズ、ボクササイズっていろんなスポーツが取り刺されてるみたいな。七絞りのパワーがアップするぞ。お前はボクササイズ禁止な。ボクササイズって何？俺ボクササイズ知らないんだけど。エクササイズ。七つ。もう。よく聞く音楽ってどんなのだ？ノリのいい曲なら何でも聞くよ。アイドルからロックまで。気分が盛り上がるような曲が好き。その何でも聞くやつってなんかあんまりあれだよな、自分がないよな。音楽ってスマホで聞いてるのか？そうだよ。泳ぐ前とか集中力を高めたいときにヘッドホンで聞いてる。泳ぐ前大丈夫なの？泳ぐ前聞いて。褒める。七つの制服姿か。なんでじっと見てんの？おう、夏が終わったら衣替えだし、しばらく夏服姿も見られないなって。うん、今のうちに夏服のマーメイドの姿を目に焼き付けとくといいよ。言ってろ。でもお前、部屋で俺のために来てくれるんだろ？恥ずかしいことばっか言って。ちょっと恥ずかしい話や行動しすぎたか。やったー！プールで水泳だー！やったー！プールで水泳だー！俺最後部室行ったらどうなの？もう何もやることないけど。俺は最強だ。それ上がんねえよな。話題回復だけか。うんうん、フリーイベント発生中。フリーベのために7つのやつ部活頑張ってっかな。7つはっと、あ、おう、なんだっけこれ、何のポーズだっけ。おお、かわいい。お前は何をやってんだ。おヨガを練習に取り入れることによって、私本来のスピードが引き出せねえかなって。スピードはわかんねえけど、肩の可動域とかはいいんじゃないの。私にもまだまだ潜在能力が眠ってると思うんだよな。そんなうまくいくか。
だよな。ヨガやってタイム上がるならみんなやってるよね。けどほら、練習も楽しくやらなきゃね。でもあれだよな、水泳とヨガを結びつけるようなやつあんまりいないんじゃないの。見よう見まねだけど、楽しいぞヨガって。そっか、他のポーズやれないのか。撮らせてくれよ。オッケー、任せて。おい、名標のポーズ来るんじゃないの。よっ、どうだ。なんだっけそれ、弾丸ジャッキー。弾丸ジャッキーじゃないのそれ。こうして7つのヨガを撮った。これといって誰もいないな。もうおらんやん、俺と七つだけやん。世界には俺と七つの二人だけだ。世界滅亡エンド。今日はいよいよリエル祭、写真部展の日だ。写真を展示するのは七つだ。精一杯頑張るあいつの輝きを伝えたくてこの夏頑張ったんだ。思えば、すべての始まりはデジーチを手にしてからだ。カメラのおかげで俺は変われた。写真の楽しさを知り、何事にも積極的になれた。俺のことを好きだって言ってくれた七つ。俺の写真なんてまだまだだけど、これからもずっと撮っていきたい。今日のことも写真に、胸に刻もう。俺のかけがえのないレコードなんだから。ドン、黙れ、ドン、おわ。おはよーん。な、七つか。おはよう。写真展の準備はどう？終わった？もちろんな。あとは細かいところをチェックするだけだよ。そっか、バッチリだね。どんな写真かすっごく楽しみ。何時ぐらいに来る？お昼前に行くよ。すぐ行きたいけど、水泳部の出し物を手伝わなきゃなんないから。水泳部は何やるんだよ。プールサイドでかき氷屋台。三ヶ崎杯があるから簡単なことしかできないんだよね。練習する余裕があれば。いつがみんなで先入ってない。んだけどな。いいな、それ。いつかやってくれよ。やれるといいね。それじゃあ、また後でな。あ、またな。さ、部活へ行かないと。よう。西村、西村、早いな。まあな、柄にもなく緊張しちまってよ。わかるよ、俺も昨日あんまり眠れなかった。だろうな、おめえは俺の何倍も緊張してるはずだ。なんでだよ。気合が違うってことだ。伝えんだろ、あいつに。なんでそれを。写真見りゃ分かるって、丸出しだ。そうか。なに、お世話ぐらいだ。さっさとくっついちまえ。簡単に言うなって。ま、頑張れよ。お前の写真が最高なのは間違いねえんだからよ。お前2ヶ月もあったのにまだ眉間というか、あの目の上の傷治ってないんだな。ああ、俺は嘘は言わねえ。俺が頼んだ通り、いやそれ以上の輝く女子の笑顔が映ってる。やっぱおめえはただもんじゃねえ。なるほど、ありがとよ。お前にそう言われると自信になるよ。礼を言うのは俺の方だ。いいもん見せてもらったぜ。おっと、会場だ、会場だ。胸を張れ。お前と俺の写真でリエル祭一番人気をかっさらうぞ。おうよ。こうしてリエル祭が
開幕した。最終決戦開幕。バトルを選んで右打ちだ。ドロリンドロリンドロリン。正気をこぼすな。掴み取れ。おかげさまで写真部展は大盛況。堂島と俺、男二人のむさ苦しい接客だけど、ひっきりなしにお客が来てる。おうおう、そこのメガネ。私か。え？そう、そこのお前だ。競泳水着の女子の写真、見たくねえか。競泳水着？そうだ。健康的な小麦色の肌がたまんねえぞ。見てえよな。え、何なんつって、何、日焼け？日焼け設定なの？そりゃ君、見たくなくはなく。よし、一名様ご案内。じっくり見ていけよな。ちょっと待ちたまえ。多少強引な客引きもあるが、ご愛系？ご愛嬌じゃなくて、ご愛系なの？褒めてくれる声、そうでもない声、どれも大切な意見だ。すべてを受け止めて未来を映したい。俺の写真はこれからなんだ。僕たちの冒険はまだ終わらないんだ。切ったぞー。お、七つ、待ってたぞ。来たな、日が出ら。お、どうしまう。せいでか。頑張ってるか。ああ、おかげさまで盛況だ。本当か？よかったな。ゆっくりしていけよ。それじゃあな。どこ行くんだよ。休憩だよ。二人しかいねえから交代で撮るしかねえんだ。そっか、ごゆっくり。ああ、またな。大変だな、人手が足りなくて。まあな、けど展示してるだけだし、なんとかなってるよ。そっか。気を使わしたな、どうしま。後でジュースでもおごってやんねえとな、あいつも。お世話になったしな。やっぱり堂島のおかげだよな。俺の夏は堂島だよな。ごめん七つ、やっぱり堂島の元に行ってくるよ。堂島、俺が気持ちを伝えたかったのはお前なんだ。西村、何言ってんだよ。ほらこれ、ゆっくりお昼食べる時間ないかと思って。え、何それ。弁当じゃなくて、あ、ベーグル。精一杯作ったんだ。おい、マジか、サンキュー、助かるよ。うまいからな、お前のベーグル。あ、その、違うんだって。ん？あのベーグル、本当はユミナンが作ったんだ。私じゃないんだ。そうなのか。うん、なんで嘘ついてたんだ。つい言いそびれて、私が作ったみたいになっちゃって。本当の私は料理なんてまるでダメで、ベーグルはおろか、どんな簡単な料理もうまく作れなくて。けどそれはユミナンに教えてもらいながら一緒に作ったから、味は大丈夫。安心して食べて。そうだったのか。あ、いつだったか、家庭科室が声臭かったのって。そう、焼くの失敗したの。てかお前、家庭科室で作ってんの？あ、でもそっか、自分の部屋じゃ自分の部屋作れないのかな、あれ。作れなそうだな。でもなんか、そうだよね、ユミナの自分の寮になんか私が焼いたこと、火器厳禁そうだもんな、あれ。俺はお前が焼いてくれたんなら、黒焦げでも食ったぞ。気持ちだろ、そういうのって。ダメだよ、黒焦げは体に良くないから。けど嬉しい、あなたの気持ち嬉しい。あなたっていうのやめてくれないか。あの、急に変わるのやめてくんね。早速写真見てくれよ、俺の渾身の写真を。うん、見る見る、見せて。
もうめちゃくちゃ撮ってる。めちゃくちゃ撮ってんじゃん。したの？ああ、お前のこの夏の記録だ。これは恥ずかしい。恥ずかしいって。嫌だったか？セクシーなのはお前が自分でやったのしかないと思うけど。そうじゃなくて、自分の写真がいっぱい並んでるだけで恥ずかしいの。可愛くもない私の写真なんか。何言ってんだ。前にも言ったけど、お前は可愛いぞ。地面が思ってるよりずっと可愛い。 ありがとう、うん、あなたがそう言ってくれるなら恥ずかしくない。どれもあなたが撮ってくれた写真だもん。七つ、ほら、これがメインの一枚だ。これ弾丸じゃっけ。あ、違った。それか。これ水族館の後の私でしょ。あ、それなの。いや、まあいいんだけどさ。わかるのか。わかるよ。迷いのない顔してるもん。あなたがくれた顔だよ、これ。アンパンマンやん。タイトルは真夏のマーメイドか。ついにマーメイド認定。ああ、お前は俺のマーメイドだ。リトルだけどな。もう慎重なことは言わないでよ。あの写真は展示してないんだ。え？私が告白した時の写真。確かに。あれは誰にも見せたくない。俺だけの胸にしまっておきたいんだ。うん、ありがとう。あなたが私のためにしてくれたこと、一生忘れない。七つ、伝えよう、俺の思いを。めちゃくちゃ人いるけど。あ、放課後ね。放課後、なるほどね。放課後、なんか予定あるか？うん、出店の片付けが終わったら何もないけど。じゃあプールで待っててくれないか。伝えたいことがあるんだ。うん、待ってる。ドキドキしながら待ってる。プールで。俺プールで告白すんの。まあ、まあいいんだけど、屋上じゃないんだ。ん？なんだこのマジカル喫茶って。コスプレ喫茶か。お、お兄ちゃん、いらっしゃい。俺の妹、痛いことしてる。バーチャルシスター、マジカルユミナだよ。お兄ちゃんにインストしたアプリのキャラ。あれか、何のキャラだよそれ。 SNS のスタンプ。自分に似せた魔法少女が作れるの。へえ、じゃああのアプリもその SNS なのか。ま、そんなとこ役に立ったでしょう。ああ、不思議なぐらい役に、不思議なぐらい見てないんだけど。よかった。なあ、ベーグルもありがとな。あれは全部ナナちゃんが作ったんだよ。私は横で見てただけ。美味しかった？違うよ、1回目のやつだよ。1回目のはすごく美味しかった。さっきもらったのはかわいいよね、お前のに比べたらやっぱり劣るよな。あいつ料理下手だし。恋が始まるか。じゃあ私とナナちゃん2人と付き合うってことでいいのね。美少女2人と付き合えるなんて嬉しいでしょう。2人っておかしいだろ。しかもお前は妹だ。妹と幼馴染セットで恋しちゃうなんてお兄ちゃんぐらいだよ。そんなお兄ちゃんいねえ。いるもん。私のお兄ちゃんはどっかにいそうだな。妹を一人になんてしないもん。はあ、無茶言うな。どんなラノベだよ。うん、タイトルは妹と幼馴染がどちらも嫁なんだが周りにバレなきゃ問題ないよな。でどう。バレなくてもダメだ、ケチ。なんでお前もやってんの。七つ、お前その格好。ユミナに誘われてついベーグル教えてもらったし。ダサ。ナナちゃん、俺の幼馴染と妹がクソダサいコスプレで
なんかめちゃくちゃ張り切ってるのが問題になりつつあるんだが。うん。ダンスタイム？踊るのか？ユミなんとね、簡単なダンスだからすぐ覚えた。ペンギンダンス？ダンシングザペンギンか。だって恥ずかしいもん。絶対取るし。その格好似合ってるしいいじゃないか。セーラームーンみてえで。おだててその気にさせて取りまくる気なんだ。おだててねえって。それにそんなことしなくても問答無用で取りまくるぞ。だよね。バーチャルペンギンリトルナッツ。リトル？いいのか？リトルなんて。いいの。背が低いのなんてもう気にしてないから。私は私らしくあるだけだから。ああそうだな。空いている席に座ってよ。ユミナン特製チーズケーキ美味しいよ。ラズベリーソースのハートは私が書いてあげる。お、いいな、うまそうだ。ではでは、1名様ご案内ペンペン。ふふ、言った。俺さ、うわ、マジじゃん。もうすげえ1000点台しか出ないんだけど。なにこれ、ボーナスステージじゃん。800人。かわいい。もうこれできる限り連打したらいいやん。長いんだけど正直。俺の妹10点なんだけど。おい。かわいそう。俺の妹が10点なんだけど。マジかよ。俺の妹がこんなに点数が低いはずないんだが。かわいそう。おい。こうしてリエル祭は閉幕した。写真部展は一日中大盛況。写真部の復活を印象づけた。そして、すっかり出店の撤収が終わってる。七つは、この BGM なんか、いつものじゃなくてさ、流れてたやつにしては、なんか、いや、さっきの、I my me ルルルじゃなくてさ、流れとったやん、最終週の。あれでよくないか。七つ、ごめん。遅くなったか。うん、大丈夫。今、解散したとこだから。解散？バンドメンバーか。俺と、俺の妹と、七つのアイドルユニット解散しました、今。方向性の違いで。点数が低すぎるんで。そっか、よかった。そっちも片付け終わったの？ああ、終わったよ。部員2人しかいないから大変だったけどな。お疲れ様。楽しかったよ、今日は。写真を褒めてくれる人がいっぱいいたし。お前のコスプレも見れた。コスプレはいいの？恥ずかしかったんだから。それで、その、伝えたいことって？それは、俺、お前のこと。ちょっと待った。待った。なんだよ。もう一度約束して。付き合わなくても元の関係に戻るって、幼馴染を続けるって、嫌だから。
よそよそしくなってそばにいられなくなるの。絶対嫌だから。なんで付き合わない前提なんだよ。だって私女らしくないし可愛くないし。まあ背低いしおっぱいちっちゃいしな。それでも何でも言うけどお前は可愛いよ。お前を撮った写真はどれも元気で可愛らしくて、お前ならではの女の子らしさがあると思う。俺だけのマーメイドだ。リトルだけどな。ファインダーを通さないと気づかないなんてごめんな。俺お前といつも一緒で親しくなりすぎてて、顔もブサイクで低身長でデブでハゲでシワだらけで、けど分かったんだ俺お前が好きだ、大好きだ。俺でよければ付き合ってほしい。もう一度言って。お前は背がちっちゃくておっぱいもちっちゃくて、でも俺だって背は低くてデブでハゲで大好きだ。付き合ってくれ。本当か？本当なのか？ああ嘘なんか言うもんか。俺でよければなんて、よければなんて、大好き大好きだよ。私にはあなたしかいないんだから。小さい頃からずっと思いを秘めて。これ後ろで堂島が泣きながらギター弾いてます。いつか届く、その光景を思い浮かべながら聞いてください。いつか届くって泳ぎ続けて。よかったな西村言いながら。やっと届いた。私の思いがあなたに届いた。ごめんなお前の気持ちに気づかなくて。楽しかった。あなたとの日々はどんなことも私の宝物だもの。ずっと幸せだよ私。7つ。どうしよう、心はペンギンみたいにパタパタはしゃいでるのに涙が出ちゃうよ。嬉しくって涙が止まらないよ。おま、顔ぐしゃぐしゃじゃないか。ハンカチ持ってないぞ。そんなのいらない。大好き。やっとたどり着いた。あなたの胸にボールじゃなく私を受け止めてもらえた。7つ。そのボールの伏線弱いぞ。お前水泳部だから。グリグリ。お前俺のシャツで。あのね、私歯磨いてきたよ。菓子パン食ったのか。そうじゃなくて、いつかのクリームパン分返してよね。つまりどういうことだ。目を閉じて。ぶっさ。甘い。いやー。
7つ。ルンルンルン。姫の儀って石川優衣なんだ。初めて知った。そうなんだ。あ、こっからは普通に。トゥントゥルン。え？ 2 曲あんの？こいつの曲。いやーでも7つはなー、なんか。いや、最初はあんまり、微妙だったんだけど、なんか。やっぱ幼馴染っていうの関係をうまく使ってきたな、こいつな。恋してた。あ、これ全員で歌ってんだ。なるほどな。長くないか、歌のパート。コーラの写真あるやん。コーラ。コカ・コーラの提供でお送りしています。プレイヤー西村秀之。北斗神拳多い。いいね。こうして私の思いはあなたに届いた。幼い頃からあなたのそばにいて、ずっとずっと仲良しだった二人。泳ぐことが大好きだったけど、それ以上にあなたといつも一緒にいたかった。だからあなたと日が暮れるまでキャッチボールをするのが好きだった。思いはあの時のボールみたいに届くんだね。願いはフリーのストロークのようにいつか届くんだね。お前の例えいつも分かりにくいんだよ。大好きだよ。私を受け止めてくれてありがとう。私ね、もっと可愛くなりたい。もっともっと女の子らしくなりたい。あなたはそのままでいいって言うけど、これからは恋人なんだもん。少しでも綺麗になりたい。七つちゃんの本気を見せちゃうぞ。そしていよいよ週末は三ヶ崎杯。見ててね。きっと表彰台に上がって。打ち切りの最終回みたいにてんこ盛りやな、お前な。ボーダーラインが超えられたんだもの。
自分の過去のタイムを超えるのなんて簡単簡単。来週は大会。あなたに見守られながら楽しく泳ぎたい。1ページで大会終わるんだ。私は大一番を前に髪を切った。髪切った。前髪切りすぎた。取るな。うん、取って。どういうこと？大好き。私は自己ベストを更新して3位に入った。恋も水泳もこれからだ。性格選択で世渡り上手が選択できるようになります。イベント階層が解放されました。マジカルフォトセッションで選べる背景が増えました。システムベースで、ヒューガジー7つが選択できるようになりました。システムボイスで、佐伯が選択できるようになりました。サマーデイズクリア！はい、ということでね。俺の夏は終わりました。いや、面白かった。また、どこかの夏で会いましょう。ありがとうございました。